歪みについて見てみたいと思います。広角レンズの場合こう糸巻きだとか樽型っていうこういう、歪みを出てくる場合が多々あるんですね。特に超広角になればなるほどそういう現象が起こりやすくなってまいります。もちろんこれはカメラの方で歪み補正をするという状態で撮影してますが、見事なぐらい歪みが感じられないんです。これは建物をやる方、インテリアとか使えると思いますし、また部屋の中でこう撮った時もこう針が曲がるだとか、なんか歪んでるなっていうことも感じられず、非常にこうストレートで気持ちいい絵が撮れます。一方ですね、14-24、これもパッと見には非常に歪みがないように見えるんですが、この下のラインをちょっと見ていただくと、画面の下ですね、ここを見るとこういうふうにちょっと歪んでるんですね。わずかに、樽型歪みが出てるんです。これもカメラの方で歪み補正をするで撮っております。やはりもう一回ちょっと見てみますが、この10-20、非常に歪みのないいいレンズだと思います。